私が童話作家になろうと思ったのは、あなたにさよならを言われた日。もとよりあなたの他には生きがいなどないし、さりとてこの世を見つめる勇気もなかったし、今まで二人が過ごしたらすじを思い出という消しゴムで消して夢でも食べながらひっそり暮らしてみよう。あなたの横顔を思い出さずに済むよ。